G90 は大韓民国の自動車メーカー、現代自動車が高級車、ブランドジェネシスで展開する大型セダン及びリムジンである。韓国市場のみ2018年11月まで EQ900 の社名を使用していたが、社名の EQ は全身となるヒュンダイエクウスの頭文字から取られている。これは韓国ではまだエクウスのイメージが強く残っているという点を考慮したものである。 G90 は2019年時点において、韓国産の乗用車の中で最も高価な車種である。2015年11月、現代は、ジェネシスブランドを正式に立ち上げることを発表すると、同時に、現代初の高級車ブランドとして、各国市場に進出することを表明した。翌、12月に、同ブランド名が冠された初の車種として発表された。社名は、 全身車種であり、高級車像を切り開き続けたエクスに敬意を表す。意味で、等二文字の e q と車格を意味する Q を掛け合わせて命名された。韓国以外では G90 の車名で販売され、韓国においても改良時等で変更する計画が立てられ、2018年11月のマイナーチェンジで実現された。EEQ900、G90 される。 エンジンは X から、キャリーオーバーされた 315PS40.5、KGM の V6、直噴の3.8リットルラムダ、425PS53.0KGM の V8、直噴の5.0リットルのタウの2種に加え、370PS52.0KGM の V6、直噴の3.3リットルツインターボラムダが、新たに加えられた。トランスミッションは、エンジン。 駆動方式の種別に関わらず、すべて発足 AT となる。車種は DH 型ジェネシスをベースに、室内空間と走行性能に余裕を実現し、ジェネシス同様、FR に加えて、ハトラックと呼ばれる、オードも設定された。運転席に医学的根拠から開発した、スマート姿勢コントロールシステム、後席に、リクライニング可能な、ファーストクラス VIP シートを備えた。 安全性は旧エアバッグに加え、韓国車発の高速道路走行支援システム、衝突回避支援システム、運転支援システムなどを統括した、ジェネススマートセンスが搭載された。2016年3月9日には、全長が 290mm が増えた、ストレッジドリムジンの EQ900 リットルがリリースされた。ここで、アルファベット L は、ロングドリムジンの頭文字を取ったものである。 同年には2016韓国カーオブザイヤーを受賞している。2017年4月17日にはすべてのトリムに電動リメン、ガラスカーテン、電動トランク、高性能エアコンフィルター、セーフティロック解除などが追加された2017年型が披露した。そして大統領の警護車両としてそれまで使用されていたスに代わって、 EEQ900 を3台導入することとなり、2018年5月に初めて公開された。2018年11月27日、マイナーチェンジで他国同様、ジェネシス G90 に名称変更され、エクウスの名脈は途切れた。発売に先立ち、事前の契約を受けたが、その数が1万台を超えた。これは、前作の X クスを遥かに超えるレベルであった。 ドライバーの体型情報を入力すると、現在の運転姿勢を分析し、自動的にシートなどの位置を変更させるスマート姿勢制御システムが世界初の適用され、航空機のファーストクラスシートのようにボタンを押すだけで、様々な着座モードに変形が可能なファーストクラス VIP シートなどの大型セダンにふさわしい快適仕様が体制適用された。 この他にもアドバンスド全席エアバッグが含まれている。旧エアバッグは、もちろん、大韓民国産自動車の最初の高速道路、走行支援システムの5速方衝突回避支援システムなども適用された。また、現代自動車が独自開発した電子四輪駆動システムである H、H トラックも適用される。初めて広 V63.3 リットルラムダ、グッティターボエンジンは、 ツインターボシステムが適用され、不足のない加速感と燃費効率を実現した。ジェネシス G90 全面ジェネシス G90 後面2018年11月27日発売。フェイスリフトをきっかけに社名を海外市場と同じ G90 に変更。ジェネシスのデザインテーマである G マトリックスがヘッドランプとテールランプ19インチアルミホイール。 クレストグリルに採用された。クワットランプと呼ばれるヘッドランプが4つのレンズで構成され、創造性を表現するとともにテールランプも上下に分割型形状に変更されるなど、ジェネシスのファミリールックに沿うものとなった。ナビゲーションの自動更新、インテリジェント車両管理サービスなど、より強化された IT 仕様が適用された。更新時の車両後方路面にガイド LED を投射する。 リバースガイドランプと銃エアバッグの採用により、事故によるリスクを最小限に抑えた。2019年2月19日には、ストレッチリムジン仕様である G90 リットルが再投入された。ありがとうございます。